話すこともさ、考えてたんですよ。<laughs> なのに全部飛ばしてしまいました。ありがとう、目に来てくださった方。そして今まだ見に来れなかった方がいるよって考えると心が痛いです。<laughs> スタンバイ早く、早くしすぎた。早くしすぎた。 いや、本当にごめんねなさい朝朝もう本当に失敗してしまったと思ったからあここでこうやって寝てたってことね学校学校スタイルですなあん、うん、昨日寝坊したことないって話をした直後だったんだけどな ちょうどお昼休みになっった方もいいらっしゃいますかとりあえずここの配信を1一時15分までにまでの配信にいたしますあ間違えたこれこちらが十二1 3時30分までの配信にしますそうなんですそうなんですというかそうですね そして残りの5分をどこかに持ってった方がいいかなと思い5分って変わらない気もしないでもないんですがちょっと変えていきたいと思いますごめんね本当に謝罪会見です本当にこの度は本当に申し訳ありませんでしたっていうびっくりして起きたらさ12時46分とか47分で終わってるってなりました 十二、ね、時二十あ13時20分までか十三時二十分までの配信にさせてくださいそう25分とやただその5分をドフガに持っていきますそうね15分でもいいかなと思ったけどさすがに15分じゃ短いかなって今思って <laughs> 20分にしましたなあなあもう失敗今日やばいぞ 申し訳ないですうんうんうん可能ならにちょっと待ってねスクショしよう22時15分開始二22時25分に開始あ本当ですかあそしたらちょっとかわいよっとありがとうあ本当にありがとうございます いほんとにごめんなさいそこにやっててもいいかもありがとうそうだねそれもありだねそうしようかなあーへこみだへこみごめんちゃう占ってみようかな今日の運勢 ほら今日の運勢あらアミちゃんがあれアミちゃんがめっちゃ LINE くれてるえ私なんか言ったかな今亜美ちゃんからの LINE が来ましたえ待ってうち本当にやらかした気がする もしかしてアミちゃんは私のこと起こしてくれてたりしてたのかなそういうわけじゃないのかなメッセージを取り消し,しましたっていうのが聞いてたんだけどそんなことあるそれは違うか ちゃんはどこにいるそういうわけじゃないのか今日もさ朝ー、まあ、ちゃんが電話してくれて「うわあめちゃんやっぱなんか LINE くれてたんだもしかして私のこと起こしてくれてた可能性が出てきたそうでー、まあ、ちゃんから電話くれてそう配信切れてないよ」っていう。 やっぱりってなってまー、あ、ちゃんから電話くれたらショールームに入れるっていう奇跡が起きました <laughs> ありがとうまー、あ、ちゃん再会見中本当トそういう感じごめんじゃごめんじゃだよごめんじゃ聞いてよかったうんで あみちゃんんあみちゃんなんかクリッチだったってことは多分私のことを起こしてくれてた気がします。えでも今朝のは本当にそうなの今朝のちょっと本当に結構会計現象すぎてやばい気がした。何よりも私変なこと言わなくてよかったって思いました。いやもう本当に足音とかなんか息が聞こえてたって聞いたんですけど確かに私こうやってスマホいじってたからなのかわかんないけど。 もしそのまま私がリビングに行ってやばい配線切れないとか叫び始めてたらどうしようとかすごい考えましたフフ <laughs> よ,よかったってことのかなうん30分消えたのがちょっと痛いという本当に皆さんにもいっ心配をかけてしまったというとてもとても大変なことが今日起きてしまいました申し訳ないそんなほんにみとちゃんはトありがとうございます割といつも変なこと言ってるって

やばいやばいめっちゃいただいていたありがとうマリンさんだるまありがとうございますおいちゃんハートありがとうセ <laughs> ンキューセンキューよありがとうございます前髪いい感じやってちょっとでもここでツッして寝たから潰れちゃった 今日はごくごく薄々メイクしてます。それはそれで状況がわかるからよし、確かにまあ、そうね。うん。難しいところだったな。ひ、おし二週投げたらってありがとうございます。本当にありがとう。感謝すぎます。今日いつもと髪型違うんだ。うん。おいちゃんたるま、ありがとうございます。 この回この配信はスケジュール通りですか、はいえ、ほかの枠に、ちょっとの、他の枠がちょっと伸びるかな。あ、そっか、22時、20、2時台のやつがちょっと変わると思うので、22時15分のやつが20、22時、何分だっけ、20分。 あ,るのあ、1個配信の変更の時間があるかもしれないのでそれはファンルームの方でツイートしますねありがとう忘れちゃった数字生まじさんファイトいただきましいありがとう朝切れてない間に熊とかギフト消えたって確認しますありがとうございますすごいみんななんかもう本当に優しいね申し訳ないのにありがとう本当にマジで焦りすぎてもお腹空いてないもん なかか空いてないもんお昼なのに、うん、おじゃだるまありがとうございますいただきましたありがとうまだでも10分ぐらいしかたってないよね <laughs> あと10分ぐらいはあるのかよかった朝の30分のポイント反映されてそうだからそこ安心してるうーんそうねなんかね <laughs> ここだけが不安になってここまで頑張ってきたけれどみたいなのがあったとしようってちょっと不安ですよいしょありがとうございます Thank you Thank you ありがとうそうなんですよ今日はねあと夜配信があるということなんですけど皆さんが楽しんでくれるように 頑張ります。今日はでっかいことっていうのもあるのでね。初見さん、梅ちゃん、ありがとうございます。Thank you ありがとうよー。カジーと申します。どうもどうも。K さん、こんにちは。どうもカジーです。どうも。ありがとう。そうだね。アイス食べたいな。アイス食べようかな。なんか、うん、変な感じよね今。お腹が寝ちゃってたっていうのもあるのか。 知ってるワイフも見終わったし今日は高いね確かに高いですねまあ私は外にやってないんですけど、はい、配信があるから <laughs> <laughs> 生ステージャさんあ美味しそうありがとうございますいただきます Thank you. この後見,れて見て見て面白かったよでもその次のドラマがすごい面白そうだったなと思います 吉岡里穂さんミントさん、ありがとうあの、マスシさん本当にアイス食ってるじゃん今私アイス食べたいって言ったからだよね先生 <laughs> サーティワありがとうございますありがとう Thank youThank you, Thank you. ちょっと昨日リハーサルをねやってたライブのそれのリハで結構バキバキにダメなとこがいっぱい出てきたので。 ちょっと今日ちょっとそれ頑張ろうかなって思いましたそれも頑張ろうミトントちゃんなのもありがとうめっちゃ誰来れるのありがとうあそっか天国の地獄だ天国と地獄があったわレッドアイスと天国と地獄だあと2つ最終回私が見るのえ待ってあいや寂しいなドラマが一つ一つ終わっていくのもな あっちだおいちゃん,るあちおいちゃんアイスありがとうございますアイスアイス食べていいのありがとう <laughs> ありがとうございますセンキューあっという間に3ヶ月たってまった次のドラマはに結構面白そうなのがいっぱいあるので楽しみですよいしょよいしょありがとうございますお待ちしてましたそうですね本当に今日は 占いも今日でちょっと大変な一日になるかと思ったけどここから巻き返せるように頑張ります。お昼は今何も考えてないです。どうしようかな何がいいかなうん。もうお腹空すいて焦りでお腹空すいてない。でも何か食べようかなと思うが。うん。アイス食べます。頑張るって。 ありがとうございます本当にじゃあちょっとジェスチャーで伝えてみるか出寝ちゃってもうペヤどれだ <laughs> 伝わるかなあした食べよっかなとりあえずはたくさんの方が欲しくれてる推しジャンしてる海よとパリーゼントくんカニアラよくよしッシザキウキちゃんミッキー イヤッホーおかじですスティッチさんって言えばいいの、ね、<laughs> おーありがとう本当におなんかどこからか星が流れてきているのウムカレー食べたのであとはカレーパン食べます <laughs> めっちゃカレー食べるね <laughs> 私もカレー食べたいでスタッフさんにねマネージャーさんにねあの、でもらったんですよカレー <laughs> それ食べよっかな。おいちゃん、おいちゃん、おいさん,いん,いん,いんありがとう。できるよ。一三一三一三ゼロ。あ、私毎日毎日千三千百三十日続いてるんだ。おこの千百三十っていう数字、私どこまで続くんだろうか。

いや,ピエンド本当にいやなんか失敗がすごいな失敗がでかいな本当にハプハプカレーめっちゃ食べたくなる配信にしようかなえっとこないだ関根さんとお昼にカレーを食べたんですけどこのカレーが豆カレーで。 全然辛くなくてあすごく食べやすくて美味しかったとやすいとりあえず2000日まで突っ走ってみるどうでしょう確かに2000日行ってみたいえでも2000日ってさあと何年 <laughs> あと何年ですか ?365 日770日 3年ぐらいなのかなしたら私は23歳24歳23歳24歳23歳くらい24歳かになってますね私24歳だっんてどういう感じだろう皆さん「アップアップガールズかっこ2期の風島やです 最近はえー、っとフランスに行って絵画を見に行きましたそうなんですよスリにあって1万円しかお小遣い持っていかなかったので不幸中の幸いだなって思いました <laughs> いや飛行機がすごい 10, 10時間くらいかかるんだよね怖いもう俺さえいじってないですよ家事も絶対あっちゃうもん <laughs> 今のままでほぼ今のままで休しないでもないだってえでも本当にそうじゃない ななんか家事変わってない気がするちょ,ちょっとだけ頬がシュッとしてるかもしれないけど <laughs> 24ちゃんどうなってるかねいやでもなんか自立してたいなって思います本当にみんなが家事についていけば大丈夫だって思ってくれるような人になってたらいいなって超思う そうそう,そうなってたらいいなって思うわかんない何があるかわかんないクビになってるかもしれないからねそれもあるからそうねクビにならないようになってたらごめんなさい本当に <laughs> ありえない話ではないからそうねおーちゃんハートありがとう今日です させてもらうのも人柄のおかけだともかしあわせ、えそうね本当に皆さんには感謝しかない。今こうやって配信見てる人は多分みんな優しいからね。<laughs> かなちゃんありがとうございます。ハートじゃないお花ありがとうございます。ええ今日頼もしいところあるって。そんなことないよ。そんなことないよ。首ならやらないならない程度リラックス。何やらかすっていうかはあの。 あんたはもう大丈夫です。いらないです。って言われないように頑張ろうねっていう感じ。いや、もう全然あると思うから気をつけないと。本当と、一回でも気抜いたら多分なっちゃうから、本当にね。そう、そうですよ。頑張りますがな。じゃあ、それでは最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。続いての配信もぜひ楽しみに待っていてくれると嬉しいです。それでは、お手を拝借せーの以上です。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。